はい、皆さんこんにちは。今日はアフィニティデザイナーの使い方をやっていきます。で、今日作るものなんですけど、こういう地図のデザインを iPad で作る方法を紹介していきます。こういうラインで描かれた超シンプルなやつですね。かつ分かりやすい地図を iPad で作っていきます。で、使うアプリはさっき言ったアフィニティデザイナーっていうアプリを使っていくんですけど、これはですね、ベクターのデザインが作れるアプリで、まあイラストレーターみたいな感じで思ってもらったらいいです。で、過去にも何回かこのアフィニティデザイナーの使い方を紹介しているので、よかったら概要欄の方か再生リストの方から見てみてください。で、値段はね、ちょっと高くて2000円超えちゃうんですけど、でもとっても便利なアプリなので、興味ある人はダウンロードしてみてください。はい、じゃあ始めていきます。で、今日はですね、ちょっとアフィニティデザイナーを立ち上げる前にマップアプリを先に立ち上げて、ちょっと地図の位置をですね、確認していきたいと思います。で、今回作るマップデザインなんですけど、このアップルの福岡店ですね、つい数週間前ぐらいに新しくできた店舗なんですけど、ここの位置をマップでデザインしていきたいと思うので、これアップル福岡店で今検索してます。で、今これ左下に赤いピンがついてるのがアップル福岡店なんですけど、ここの目的地が入るように、このマップ自体を拡大とか移動とか、まあ縮小ズームとかしてあげて、この状態でですね、スクリーンショットを撮っていきます。で、スクリーンショット撮るときはアップルペンシル左の角からこうシュッてスワイプしてあげるとスクリーンショットを撮ることができます。で、カメラロールに保存してあげて、これで下準備が OK なので、ここからアフィニティデザイナーに入っていきます。で、アプリ立ち上げたら右上にですね、プラスボタンがあるので、ここから新しく始めていきます。で、新規キャンバスを押して、サイズは何でもいいです。で、ここはですね、デフォルトで OK で始めていきます。で、キャンバス立ち上げたら、写真アプリをですね、スプリットオーバーで右側に立ち上げて、さっき撮ったこのスクリーンショットですね、これをアフィニティデザイナーの方にキャンバスにこうドラッグ&ドロップで放り投げてあげます。そしたら自動的に画面の中に入ってくるので、サイズ調整してあげてください。で、左手1本指を画面のどっかにタッチしながら、こう画面をスライドさせてあげると、こう画像の縦横比っていうのが固定されたままサイズ変形できるので、左手をですね、うまく使ってあげるといいと思います。で、次なんですけど、画像の位置をロックしていきたいので、画像を選択した状態で、この左上に点々点みたいなボタンがあるので、これを押します。で、押すとこのロックっていうボタン出てくるんですけど、その前にですね、ちょっと不透明度を 10% ぐらいにしてあげて、この地図がちょっと見えるぐらいに、調節してあげます。で、この状態でロックボタンを押します。するとこの位置とかがね、固定された状態になるので、この状態で新しいレイヤーを上に作っていきます。プラスボタンからベクトルレイヤーっていうものを1個上に追加してください。で、この追加したレイヤーのところにですね、マップのラインを書いていくので、ラインを書きたいときはこの左のツールバーを使っていきます。で、真ん中ぐらいにパスツールっていうのがあるので、これを取ってですね、で、この状態で右側のカラーパネルのところから、線の太さだったりとか、あと線の色をここで決めていきます。で、これ左が塗りで右が線の色ですね。なので、ここでは塗りの表示を非表示にしてあげて、で、線の太さはですね、この2段目のところで線の太さを調節してあげます。で、この状態でパスツールでこの地図の上からですね、線をなぞっていくんですけど、なぞるときはすごい簡単で、こう交差点のところをですね、ポチポチポチとこう点を打っていってあげるだけで線を引くことができます。で、後から線の太さとか色とかも変えれるので、その時はこの右側のね、プロパティパネルを使って、コントロールしていってください。で、この状態でどんどん線を引いていきたいと思います。で、こうやってラインを引いていってですね、解除したい時は左下にバツボタンっていうのが今ちょっと小さくて見えないんですけど、このバツボタンを押すとパスツールが一旦解除されて、新しいラインを1からまた引き直すことができるので、Apple Pencilで引きながら、この左下のバツボタンをうまく使って、たくさんこう線を引いていってください。で、注意点としてはですね、あんまりたくさん線を引かないことですね。主要となる線だけをちゃんと見極めて、あ、この線は絶対描かなきゃいけないなっていうのを見て、そこだけ引いてあげるようにしてあげると、すごいシンプルで分かりやすい地図ができると思います。
で、私アップル福岡店行ったことないから、あのどれがね主要な線かっていうのはちょっとわからないので、今勘でやってますけど、あのまあいつかねちょっとアップル福岡店も行きたいなと思ってます。なんかいろいろブログ記事とか読んでて、アップル福岡店の内装とかの写真を見てたらすごい綺麗なので、あの行ってみたいなと思うので、なんか九州でちょっとセミナー の案件を1個作って、そのついでにちょっと行きたいなと思ってるところですね。で、線が描けたら次ですね、目印となる公園とかビルとかを描いていくので、新しいレイヤーを1個上に新規で追加して、これもベクトルレイヤーです。で、新規レイヤー作ってあげて、ここにですね、さっきと同じようにペンツールで、エリアを作っていきます。で、今度は塗りの色をちょっとグレー色にしてあげて、ここから、この公園とかをですね、四角で囲っていく感じになります。で、こんな感じでほぼほぼ完成に近づいてきましたね。で、今レイヤーの形としては、この線の黒い線のレイヤーと、あとグレーの四角形のレイヤーと、2つに分かれているような形です。で、こっから新しいレイヤーもう一個上に追加してあげて、次はですね、駅のところをちょっと長方形を作って分かりやすいように、作っていきたいと思います。で、長方形ツールはですね、この左のツールバー下から3番目にあるので、ここを選択して、こう画面をグーってドラッグしてあげると、勝手に長方形が作られるので、この状態で移動させたり、色を変えたりして回転させることもできるので、こんな感じで駅のところをですね、ちょっと上から覆い囲うような感じで、配置していきます。で、作ったオブジェクトを複製させたい時なんですけど、画面のどっか2本指でこうやってタッチしながら Apple Pencil で撮ってドラッグしてあげると、同じものを複製させることができます。なので、ここね、福岡の駅たくさん駅が並んでるみたいなので、あの天神とかのね駅がたくさんあるので、2本指でタッチしながらドラッグで駅をこう作っていきます。で、最後ですね、アップル福岡の場所を丸で囲っていきたいので、新しいレイヤー1個上に追加して、左のツールバーの四角形のところを押すと、ここにたくさんオブジェクトの形が出てくるので、丸でも星でも何でもいいので、好きなオブジェクト取ってここに追加していきます。で、正円とか正方形とかを作りたいときは、指1本で画面タッチしながらドラッグしてあげると、こう正円とか正三角形とかをね、作ることができます。で、こんな感じで色を変えて、最後はですね、この上に文字を乗っけて終わりたいと思うんですけど、文字を入れる方法はですね、左のツールバーのところに T っていうところがあるので、T を押して画面のどっかをタッチしてあげると、こう文字のね、カーソルが出てくるので、ここでアップル福岡って打ってあげます。で、文字入力するときはですね、キーボード使った方がいいので、スマートキーボードを持ってる人は、ここでスマートキーボードをね、立ち上げてあげた方が早いと思います。で、スマートキーボード持ってない人はですね、ちょっとやりにくいかもしれないですね、正直。で、私は、いつもアフィニティデザイナーでここら辺まで作って、あとはイラストレーターの方、あの Mac の方に投げて最終文字を追加したりっていう方法を取ってるんですけど、まあそこはあのやりやすい方法でやってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、もしですね、手書き文字とか書きたい人は、この左側にベクトルブラシツールっていうのがあるので、これ取って、ブラシの種類もあのいろいろ選ぶことができるんですね。なので、これで好きなブラシ選んであげて、画面に書いてあげると手書きっぽい文字を書くことができます。このあたりはね、iPad じゃないとできないというかね、やっぱり Mac 上でマウスでやるの結構めんどくさかったりするので、手書きっぽい地図を作りたい人は iPad の方がいいかもしれないです。はい、ではこんな感じで今日は完成にしたいと思います。テキストは入力しなかったんですけど、このラインとオブジェクトだけでも結構ね、可愛らしくシンプルにできると思うので、ぜひやってみてください。あのチラシとかのこう隅っこの方にね、こういうの入ってたりすると思うんですけど、まあ、チラシとか、あとウェブサイトとかにね、
入れる地図をですね、ここでサクッと作ってあげるとすごくいいと思うので、まあ、そういうお仕事されてる方はぜひトライしてみてください。で、今日 iPad Mate の方なんですけど、この作った地図をですね、一手間加えるだけですごいデザイン性上げる方法を紹介していきます。すごい簡単にできるので、ちょっと3分ぐらいのプチチュートリアルで開けるので、よかったら見てみてください。で、 iPad Mate の詳細はですね、概要欄の方に載っけておくので、まだ見てない人は見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。もしこの動画が役に立ったら、ぜひいいねボタン、あとチャンネル登録してない人はチャンネル登録もやっていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。